この日はずいぶんと平凡で当たり障りない一日だった。気まずい時に聞いてたラジオから、あの話から流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わりますと、どこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは。